どうも、カクテル田中です。今日はアイスボックスを使ってカクテルを作ります。小さい頃夏はこればっか食べてましたね。グレープフルーツ味ということで今回はカンパリを使います。ちなみにカンパリっていうのはね、ガスパーレ・カンパリさんというね、人が作ったリキュールでございます。薬草系のリキュールなんでね、ちょっと苦味があるんですけども、癖になる美味しさですね。ちなみにカンパリに近い味わいのリキュールでね、アペロールというものがありますけどもね、それはまあちょっとカンパリよりも苦味が抑えられているような印象ですね。そちらも美味しいですので、ぜひお試しください。